朝一スクープ、今朝はこちらです。じゃあ楽しそう。昨日ララポート福岡の中で待望のオープンを果たしたのがここキッザニア福岡です。国内では東京と兵庫について福岡が3カ所目、はい、ということは九州初上陸ということになりますね。これまで番組の中でも少しだけお見せしたんですが、はい、キッザニア福岡では朝ですのお仕事体験もできます。もちろん他にもたくさん気になる体験が目白押しです、はい、ということで初日を迎えた昨日朝ですのカメラが潜入しました、はい。すごいですよ、活気がありますね。今か今かとこのキッザニアの中に入るのをね、子どもたちそしてファミリーの皆さんが待っています。警察署とか消防士とかで火を消すのをやり元からやりたかった。看護師さんとかやりたい。金とかに興味があるから化学研究所に行きたい。お、神戸から来ました。今日は6時ぐらいには着いてます。入場目前に控えたこちらの兄弟は何したいとかもう決めてる？テレビ局。テレビ局。まさかここ行きたいの？本当に？カメラマンで働いてみる。かっこいい。カメラマン、これをやってみたい。よかったね。お天気の役がやりたい。お天気のもう予習は OK です。いやー、かわいい壺に出会えました。そしてついにキッザニアの中へと入場です。わー、この辺りもすごいね。搭乗手続きカウンター、よろしくお願いします。あ、なんかブザー鳴ったぞあら、年齢を感知したんでしょうか。そしてゲートを抜けると、うわー、ちょっと見てください。もう街みたいになってますね。そこに広がるのは2階建てのおしゃれな街。現実社会の3分の2のサイズで作られたリアルな世界観には、実在する企業による職業体験ブースが並んでいます。このパビリオンと呼ばれる体験ブースの数は50以上。体験できる職業はというと、なんとその数およそ70種類にも及びます。すごい、熱烈歓迎。これ実はキッザニアを楽しむ上で大事な言葉なんですが、そうとは知らずに、しーちゃん、こんにちは、はい、よろしくお願いします。新鮮ですね。何ですかこれ、ま、なんかサインですか。これはですね、キッザニアの中での共通の挨拶になります。こんにちはとか、そういう感じで。なるほど、はい、はい、はいです、はいです、はいです、はい、やす子みたいなことしてしまいました。申し訳ないです。キッザニアのマナーを学んだところで、何やらひときわ列をなしているパビリオンを発見しました。見つけちゃった。何のお仕事体験に並んでるんですか。ピザ。行列の正体は、そう、ピザショップ。普段宅配で食べているピザを一から作ってみようというパビリオンなんです。ではでは、ほのかちゃん、初めてのお仕事体験スタートです。肘を伸ばしていきますよ。もうなんかなかなか板についてるね。で、伸ばした生地をうまく移し替えることができるのか。あー、なかなか難しいぞこれ。ツーの、うわ、や、やば、やば、やば。まだ修復可能、修復可能。頑張れ、頑張れ、頑張るんだ。よし、見た目 OK。なんとか生地作りはクリアです。あとはトッピングを乗せて焼き上がるまでじーっと見届けます。楽しかった。どこも食べなかった。そして自分で焼いたピザはお持ち帰り、食べるまでがお仕事ですよ。いや、すごい伸びるね、チーズ。上出来だね。他にもこんな今どきなパビリオンも。あ、すごい、ネットフリックスまで入ってる。世
制作スタジオのパビリオンとしてネットフリックスがこの度世界初出展。実際に配信されているシリーズ作品の制作を体験することができるんです。またまた福岡ならではなパビリオンもキッザニアの中をですね、西鉄バスが走っています。なるほど、キッザニアの中を案内して回るんだ。こうした地元企業が出展しているのもキッザニアのお楽しみポイントです。そしてあれあれ、石井ちゃんと同じジャンパーを着た人たちの姿がありました。素晴らしい、カイン。一緒でございます。一緒です、カイン。入場前に朝ですのパビリオンに行きたいと話していた松村兄弟もやってきましたよ。二人とも無事希望していた役割をゲットできたようです。じゃあお兄ちゃんがいわゆる、そう、そういうことだ。しっかり撮ってよ。しっかり撮ってよって言われてます。しっかり。妹からのプレッシャーを背に相馬くん準備は万端です。めっちゃ生地がいい。僕が着てるやつより生地がいい。衣装に身を包んだ2人は入念なリハーサルを終えて本番を前にドッキドキ。アップデートしたりするけど楽しい。2日はとても暑いので熱中症にならないように気をつけるのが難しい。それではお待たので3、2、1。しっかり撮ってます。できました。カメラどうだった？変身ボードとかを映すのがちょっと難しかったけど、テレビを撮るのにものすごく時間と手間がかかっているんだなと思いました。すごい、この短時間で。ほのかちゃんはどうだった？楽しかった。楽しかった。8、5。すごいね。お金稼ぐのってどう？嬉しいか。